Paraviで配信中のオリジナルドラマ「東京愛だの恋だの」第2話に出演している奥野春香役の剛力彩芽です。織田直樹役の三浦貴大です。はい、第2話です。第2話ですね。結構最初の方ですけど、うん、どうなんですかね。なかなか、うん、なんかね、現代の話でね、そうですね、現代の面白いよね、なんか、うん、な、うん、これどこまでね、まあでも見てくださってる方ももう、ね、ああ、もういますからね、思いますけど、いやでも怖い話ですよ。いや怖いです、うん、はい、怖い怖い、最初に見て怖いなとも思いましたけど、なんかまあ今の時代だからこそ本当にこういうのってまあありえなくないのかなって思って、うん、いや実際あるかもしれないし ね、 ね、うん、いや怖いよ本当に。まあ運命っていうワードが結構題には出てきますけど、運命の人、そうだね、運命の人をこう運命の人ってどこにいるんだろうみたいな話だよね。そう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 、うん、どうですか運命の人どこにいるんですかねそうですね、まあでも私あれですよ、このすごいね、近キンキンでこうまた撮影ご一緒させてもらってるので、そうだね、半年でね、2回も、そう、2回やらせてもらって、うん、あれ運命かなって、ありがとうございます、ありがとうございます、運命の人かなってねかな、うん、今回みたいにね、マッチングアプリの話じゃないですか、はい、今回はマッチングアプリでね、うん、なかなかこう見つけていくっていうのは大変なんだろうね。いや大変だと思います。うん、私現地ではるかも最初はそのマッチングアプリとかちょっと反対派というか、うん、あんまりこう抵抗あるなって思ってるけれどですから、そこからやっぱり運命だったりとかっていうのは変わってくるわけですから、まあそうだね、なんかそこある意味こうちょっとこの作品をやらせてもらってちょっと印象変わったかなっていう気はします。確かに、うん、でも僕、うん、小田くん、小田くん3回騙されてる設定なんですけどそうなんですよね、一応そうなんですよね、そう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 、まあ、1回目も騙されてますけど、まあそうだよね、うん、思うと、まあまあいやでもまあ今の世の中でね、はい、出会う、まあ、ツールみたいのがいっぱいあるわけだから、うん、そういうのも使ってね、やっぱ能動的に動いていかないと運命の人って見つからないんじゃないかと、確かに、うん、とはいえとはいえって話ですよね、これはね、とはいえです、うん、大変だねって話ですよ、うん、なんか撮影中のエピソードありました？撮影中、あ、撮影中ね、せっかくならね、うん、いやまあ、短い期間でしたそうですね、はい、まあ短い撮影でしたけど、うんうん、まああれですね、思い出で言えばやっぱまあ出会ったね、あのカフェの食べ物が美味しかったっていう、はい、美味しかった、うん、本当に、ね、撮影終わって、まあ、撮影ではもう一口ぐらいしか食べられなかったんですけど、ね、うん、終わっても椅子から1ミリも離れず私全部食べましたからね、ずっと食べてね、本当に美味しかったんですよ、美味しかった、それね、ああいうのがあるといいなって思うよ ね、撮影って幸せですよね結構しっかり食べる派って言ってました、しっかり食べるので、はい、残さずね、だって、ね、無料で無料でいただけるわけですか、ね、大丈夫です、うん、すいません、ありがとうございます、はい、大丈夫です。さあ、本当にドラマの話してるかちょっとわからないですけど、ね、ちゃんとね、ちゃんと話してるような、話してるような、話してないような、うん、いや、内容難しいよね、こう触れていくのはね、そうそうそう、見た人には分かってもらえるけど、うん、見てない方にはね、分かってもらえないので、うん、そうそうそう、まだ見ていない方は、ぜひご覧ください